っぱも結構なんかに使えて気がするんだよな。あと葉っぱの中に赤とオレンジのやつは薬草かなんかになった気がする。ブループリントで簡単なあれ用意してみる。ああ、お家？うん。ブループリント。俺、メダルが3700枚ぐらいあんだよ。うん。買えるっちゃ買えるんだよね。このぐらいのサイズだったら。あ、コージーリトルハウスフォーチザーズ。このぐらいならいけるかな。アイアンロッドとなんかの土ブロックでももらえるんだ。ゲットキットするわ。はい。どうしよう、でかかったら。これで。どうしようかな。この土を持ってれば置ける。土なのかな、石なのかな。あ、インベントリーじゃないですか。あ、キット入ってる。あ、俺キット買ったんだ。そうか、じゃあもうこれがあれば建てられる。なるほどね。じゃあ設置していくぞ。中地の名前の上にプロって書いてある。中地プロや。マジ？これアマチュア、俺アマチュアなんだろう。俺プロ版なのかな。いやでもプロ版変えるようになってんだよな。前から買ってる人はもうプロ版どうぞってことだね。んー、でも跳ねないよ。マジ？これが？これ。これが？これ。これが？これ。これさ。これめっちゃだらくね、それ。いや、なんかカーソル合わせるとね、色で合ってる合ってないって。なるほど。ちょっとこれ、半分渡すわ。ちょっと大変じゃん。俺見えないよ、でも。え？あ、嘘、見えるわ。何置けばみたいなのは見えるよね。見える。見えないって言ったら俺やんなくてよかった。クソ。おい。ダートないないしたから保安っぽく。このなんかダートとは違うようなやつなんだろうね。俺は持ってる。あ、なるほど。デトリツス。待って、このブループリントシステム面白いよな。うん、誰でも建築苦手ですって人でもある。途中までこの作りにして最後にこのプリント消しちゃって、そうだね、ちょっとオリジナル要素でいけたりとかもできるわ。何これ。俺ら豚小屋みたいなところに住むんだな。俺さ、そうだよね。これいる？一回完成させた後壊すか。じゃあな。あ、俺あれもいっぱい持ってる。あれ渡そう。屋根、どうやって渡すのこれ。なんか右下の布バッグみたいなとこにドラッグ。これゴミ箱に入れたら大変なことになるね。そう、大変なことになるのに横にある感じやばいな。やばいね。屋根めっちゃつけるじゃんこれ。93個だ。頑張ってください。見て、立派だな。高床式。高床式。これ
上に乗ってやった方がいいな。ちゃんと窓も。うん、これで完成か。 100% になってるわけ。ダートが一箇所埋まってない。多分ね、俺分かった。この下だ。お、なるほど。ピッ、これじゃない、これか。はい、ワーズコンプリート。やったぜ。おお、花火、花火。おお、なんか花火。すげえ。豚箱だけど。これ取っていいのかな。アクティベート。え？減ったけどなんか。大丈夫だね、これ。大丈夫だよね。あ、いいんじゃない、取っちゃって。くしゅ。これ取っちゃえば、もう。あとは勝手に、あ、これ生えてんのか、草が。そうだね。だから減ってたんだ。いいじゃない。とりあえずこう結露せ。ああ。攻め。これさ、いいじゃん。二世帯住宅できんじゃん。そうか。真ん中仕切ればいいのか。いや、いいね。オッケーオッケー。動画も撮れたし。どうした、うん、使えんのか、でもほぼ喋ってなかったけど。20秒ぐらいの動画にはなるよ。20分回してるけど。ツイッターやん。これブループリント消えないの面白いな。あ、ブループリントはずっとあるの。ブダバが立て放題ってこと。そうそうそう、村作れる。これで、あ、そうじゃん。とりあえずテレポーテーションで置いとくわ。あ、そうだね。何作るにも蜂蜜大事そうだ。蜂蜜混ぜる？アクセプトで離れて T。 そう、これお手間が置いたところにも飛びるはずだから。なるほど、隣の部屋に置いとこう。あ、手がなんかあれだね、ストーン取ったら新しい手が作れるって言われた。豚めっちゃ飛んだ。あれなんなんすよ、俺も思った。たまにめっちゃ飛ぶ。スポーンのバグかな。